シラクーサの中心にあるドゥオーモ広場にやってきました。このドゥオーモは元はギリシャ神殿だったものを今は教会として利用しています。このドゥオーモの大理石の中列はギリシャ神殿のものをそのまま利用したというんですね。今カトリックの教会になっています。